どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のあかりですね。というわけであかりちゃんと一緒にやっていきたいと落ちるよ思います。はい、最初の質問ですね。多頭飼いについての質問です。先日6ヶ月のコーギーの子犬の男の子、未去世の子ですね、先住犬ナックスの10歳のオス、未去世の男の子、未去世同士ですね、は、大喜びで、ご飯よりもね、子犬に興味があるようで、子犬をサークルから出してる時は、ずっと追いかけ回してマウントしようとします。まあ、男の子同士だからかな。ダックスのね、その体力に、次第にね、子犬がうなり出して噛むようになりましたということですね。ダックスももみくちゃにされても、尻尾を振って楽しそうなんですが、何回かヘルニアしてるんですね。ヘルニアをしてるので見てるとヒヤヒヤしますってことですね。2人を別々に過ごさせようと、ダックスを、ね、サークルに入れると、泣いてサークルを破壊しようとします。過去に、ね、数回、ケージを、破損済みなので、出して、あげてますってことですね。あそこを噛まれて出血し、耳の毛玉をむしられてダックスのことが、心配です。でも、当の本人はものすごく楽しそう。この場合2匹を好きにさせておいていいのでしょうか。人間がしつけをするとなると、何から始めたらいいのでしょうかっていうことですね。はい、お答えしていきたいと思います。まずね、これは先住犬のダックスの方が元気いっぱいで追い回しちゃってるっていうことなのかな。まあ、男の子だからね、マウントしたりしようとするところも、まあ、ある程度ねあるのかなとは思うんですけども、これね、今回ダックスの子が結構元気で、で子犬に絡んじゃうっていうことですね。であれば、先住犬のダックスの子にしても、まあ、これね本当に多頭飼いの場合はもちろんね、もともとやっぱりいる先住犬と後から来た、やっぱり若い子がいると思うんですけど、本来はね若い子の方が元気いっぱいのことが、多いから、自分的にはね、よくなんかこう先住犬ファーストみたいなの聞くじゃないですか、ね、先に来た子から出してあげるとか遊ばせてあげるとかってやるんですけども、自分的にはね、これ絶対やっちゃダメじゃないんですけど、時と場合によりけりで、なんだったら若い子の方が自分は先にやった方がいいのかなと思ってることが多くて、なんでかっていうと、後から来て落ち着いてる子、もう先住犬、先住犬は先にいてもう落ち着いてる方ですね。落ち着いてる先住犬は後回しにしても我慢ができます。ところがね、子犬は我慢ができないので、先住犬を出してる間に、中で大騒ぎされるぐらいだったら最初に子犬を出しちゃっていっぱい遊ばせて落ち着かせてからね、先住犬とゆっくり遊んだりした方が自分はいいのかなと思うので、もちろんね最初から子犬できたんだけど子犬の方がおとなしくてっていう時は自分は子犬ちゃん我慢させて先住犬から遊ばせるっていう時ももちろんあったりはするんだけども、その辺はね見ていただけると一番いいのかなと思ってて、なのでどちらかというと先住犬ファーストとかっていう考え方よりは、一番いいのはねその子たちの熱量ね、熱量によりけり、その子たちの熱量で考えていくと、今回の場合は、コーギーの子犬の子に、10歳のダックスの子がやっぱり追い回したりしちゃってるっていうことなのであれば、そのダックスの子の、ね、運動をたくさん取ってってあげて、熱量を揃えてってあげると、こちらがね強制的にしつけとか人間がなんかダメだよって教えなくてもエネルギーバランスがだいたい整ってくると、そういう行動マウントにしても何でもそうなんですけども、しなくはなるかっていうと微妙ですけど、しにくくはなるかなと思います。で、2人が楽しそうに遊んでてヘルニアの怪我をしたことがあるから、ヒヤヒヤしますっていうところなんですけど、これもねごめんなさい、文章的に取っちゃうと、もう本当にヘルニアになって歩けなくなっちゃったりとか、あとはちょっとの弾みでこうなっちゃうほど重症化しちゃってるのか、まあ1回2回やってるけどほぼ完治しちゃってるっていう形なのかにもよるんですけども、自分の考え方だと、もしね、まあ、ワンちゃんたち遊んでる中で怪我しちゃっても、もう本当歩けなくなるとか人生に関わるような怪我をしちゃうような危険性があることはできないんだけども、ただ楽しそうに遊んでるんであれば、変な話ね、自分たちもスポーツやってる中で特にね、年を取ってくるとそのスポーツをしてる中での怪我のリスクっていうのはあると思います。ただ、自分もねもちろんねスポーツやったりします。スポーツチャンバラ子供たちに教えながら自分も一緒にやったりしますけど、そのスポーツの中で怪我した時に、ああもうこのスポーツ最初からやんなきゃよかったよって思うのかって言ったら、楽しいのが勝ると、もちろんね怪我したことは残念だし痛いなと思うんだけども、それでもね遊べたことは幸福に思うのかなと思うので遊ばせてあげていいと思うんですけど、ただね、
前に1回した怪我のせいでなんか後遺症があるとか軽いはずみでなりそうとか、あとは遊び方もいくら楽しそうでもこれ危ないよねっていう遊び方をしてるんだったら止めなきゃいけないのかなと思うんですけども、自分的にはね今回の件ざっくり言っちゃうと、元気いっぱいの方を遊ばせてあげて、ある程度お互いの熱量を整えたところから程よく遊ばせてあげるといいのかなっていうところですかね。人間がしつけで関与しようとしても多分難しいんじゃないかなと思うので、できればねたくさん遊ばせてあげて熱量を整えてあげるといいのかなと思います。はい、というわけでね、多頭飼いしたことある方もしくはしてる方はね、皆さんなんとなくね、こういう経験あるんじゃないのかなと思いますね。うちもね、あかりとジェット結構激しく遊んだりしますね。なので、あんまりね激しく遊んじゃうときはジェットの方がね熱量が高いので、ジェットを先に遊ばせてちょっと疲れたぐらいからね明かりと合わせたりするとちょうどいい具合に遊んだりするんですけども、ちょっと元気いっぱいすぎると、ジェットの絡み方がねなかなかひどい時がありますね。なのでそこはねうまくバランスをとっていただけたらいいのかなと思いますね。例えばよしあしいろいろあると思うんですけども、それはね楽しくやれるかやれないかっていうのは調整の仕方次第だと思いますので、ぜひ ねワンちゃんの様子を見ながらちょっとずつですよ、安全を第一に考えてですね、やらせてみてはいかがでしょうか。はい、ではね、雑談の方を始めていきたいと思います。で今日はね、何の話をするかっていうと、最近ねお散歩に行くときに、自分もねもちろんね、リードを使ってお散歩には行っているんですけども、皆さんはね、どのぐらいの長さのリードをお使いですかっていうところで、自分の場合はね、使ってるリードは自分の場合ちょっと長めで3メーターで、女性の方だったりとか、あとは、あんまりね、その長いリードを使うことにちょっと抵抗ある方の場合は、個人的にはね、2.5 メーターぐらいのリードがいいかなと思うんですけども、やっぱりリードね、気持ち長めの方がいいかなっていうのは最近強く感じますね。っていうのが、理由としてはね、ワンちゃんがよく、例えばリードが張ったら立ち止まって、で、ワンちゃんが行こうとするのやめたら緩めてみたいな、お散歩の引っ張りの練習でね、引っ張って行こうとしたら止めるみたいな教え方をするっていうことがあったりすると思うんですけども、最近ね自分が思うのが、1メーター、普通で売ってるリードって多分1メーターぐらいなんですよね。1メーター10センチとか、それで長い方なんですよ。1メーター10センチとか多分長い方で、短いリードになってくるとおそらく、1メーターとか80センチとか多分そのぐらいになってくるんですよね。やっぱり自分的にはやっぱりリードを張らないようにってしていかないといけないから、しっかり緩んでる時間が取れないと、常にねリードが張っちゃってる。例えば1メーターぐらいだとちょっと匂い嗅ごうかなと思ったりとか、少しね右左に行こうかなと思った時にもちろんねすぐに張っちゃう。で例えばお散歩を、30分、1時間お散歩してるとして、1時間お散歩してるうちの、どれぐらいの時間、皆さんのワンちゃんってリード張ってますかっていうところを気にしていただけたらいいのかなと思いますね。なるべく、リードを緩んでる状態でお散歩をするっていうことができるようにするためには、もちろんね例えば2メーター半とか3メーターのリードを使ってても、3メーターずっと伸ばしっぱなしで散歩しなさいっていうことじゃなくって、歩いてて匂いを嗅ごうとしたりとか、何かちょこっと行こうとしたりとか、あとはね、道幅がそこまで、狭くないところの場合は、気持ち伸ばしてあげて、でワンちゃんがちょっと行かせてあげてシュシュシュって出すと匂い嗅いでくれるから、匂い嗅いでるところに、今度こっちも歩きながら追いかけていって、またリードを短くして歩いてきながら行こうとした時には伸ばしてあげるみたいな使い方をするとね、非常に2メーター半から3メーターぐらいの長さのリードが便利なのかなと。でロングリード売ってるサイズだとね5メーターとかっていうのもあったりするんですけど、5メーターのリードだと個人的に持っててやっぱり邪魔になるかなって思うところがあって、で、余談なんですけどね、フレキシリードって言ってプラスチックのこうハンドルっていうか持ち手がついてて、こうシュルシュルってこう伸ばす式のやつがあったりするんですけど、あれもね、ダメなわけではないんですけども、個人的にはね巻き取れないのがねちょっと使いにくいかなって思うところで、やっぱりね、ワンちゃんにもね、そうです、人にも安全第一ってなってくると、やっぱり何かの時にはこう巻き取れたりとか伸ばしてあげたりとかっていうのが常に、出したり緩めたり出したり緩めたり、もうその辺の
まあ、短くしたり長くしたりを、もうやっぱりこまめに切り替えられるっていうのが自分が使っててもね使いやすさ安心感になってくるのかなって思うのと、あとやっぱりあのリードの太さで手でこうしっかり握れるっていうのはやっぱり一番安心感ありますよね。なので、まあ可能であればね自分の場合は少し長めのリードを使ってもらった方が、改めてね最近はやっぱりお散歩の引っ張りっていうのをしないようにっていうのを教えていくんだったら教えやすいのかなっていうのは思いました。で、できればねパピー子犬の時期ですね1歳未満の時には、やっぱりねその時の方が大人になっても大きくなっちゃってからの方がお散歩引っ張ったりするのを制御するっていうのは力がものすごくいりますし、やっぱりねできれば注射が終わってすぐですね予防接種ワクチンが終わってそれこそ、3ヶ月とか4ヶ月とかそのぐらいの頃からお散歩に連れていくようにしながら、しっかりね教えてってあげられると特にね、小型犬だとそこまでまあ変わらないかなとは思うんですけどもね、2キロ3キロぐらいの子たちが大きくなったっていいところ4キロとか5キロとかまあ前後2、3キロぐらいの差だと思うんですよね。ただそれが、本当にね大型犬になってくると2、30キロっていうずれ方をしてくると、とんでもない、ね、力を発揮してるようになってきますのでその辺ねしっかり教えてってあげた方がいいのかなって思うのと、あとね、お散歩の引っ張りが強いからやっぱりいきなりね長いリードを使うのは危険ですっていう方の場合でも、もちろんねいきなり長いリードを使ったら引っ張り回されるから危ないのでそれはやめた方がいいですけど、しっかり運動をさせてあげて疲れさせた状態で、この世をお散歩した方がお互いに楽じゃないっていう教え方は必要かもしれませんね。もしあんまり引っ張っちゃって危険な時は、トレーナーさんの手助けを借りても構わないので、楽なお散歩本当に覚えちゃうと自分だけじゃなくってワンちゃんもそうなんですけど、お互いに楽なので最近ねその質の高いお散歩ができたらいいんじゃないかなっていうのを心がけて、やるようにはしてます。ぜひ皆さんもね、お散歩、まあ、これから暑くなってきたりすると思うので時間がそんなに長く取れなくなってくると思います。なので、その短い時間の中でもね、質のいいお散歩を、ね、できるとねお互いに楽しいのかなと思いますので、ぜひ皆さんもねお散歩、あ、まあ、時間もすごく大事なんですけどね本当は長めに歩いてもらえるといいのかなと思うんですけども、ただやっぱり質を上げていけるとね、それもいいのかなと思いますので、ぜひお互いに快適なお散歩考えてみてはいかがでしょうか。